は、うちの生徒からの、リクエスト動画ですね、読み上げ暗算です。5月の12日の日曜日に、千葉県の中央学院大学で開かれる第3回関東オープン手段選手権大会に出る生徒からのリクエストをですね、今回ゴリ先生のところからも何人か、7人ぐらい、参加させるんですけども、まずは全員の、選手の目標、予選通過、すべての種目に対して、予選通過を目標にしております。その中で、まあ当然総合競技があって、読み上げ算、フラッシュ暗算、読み上げ暗算という種目があるんですけども、ちょっとうちの生徒、読み上げ暗算が弱い部分がありますので、読み上げ暗算の予選通過ラインですね、まあこの辺り3桁から6桁、3から6の7口、この辺りができてれば、まあ多分予選は通過するだろうというところで、今回は3から6ですね、全てまずは加算からやりますけど、加算で、やっていきたいと思います。読み上げ暗算なんでメモの用意だけしといてもらって、答えをその場問題読んだらすぐ答えは言ってきますので、それではまず5問ですね、今回5問加算でやっていきます。ではいきますね。1問目ですね。はい、願いましては71068円なり、2539円なり、816742円なり、320円なり、94513円なり、1624円なり、172065円では。はい、答えメモっておいてくださいね。はい、ただ今の問題の答え1157071115707071ですね。はい、2問目いきますね。同じく3から6桁加算です。願いましては362075円なり、89431円なり、409円なり、67380円なり、8239円なり、406917円なり、17083円では。はい、メモか何かしておいてくださいね。はい、ただ今の問題の答え951534円ですね。951534です。はい、3問目いきますね。願いましては570円なり、241638円なり、709円なり、1352円なり、378035円なり、96251円なり、2647円では。はい、ただいまの答え3問目ですね。714002ですね。714002です。はい、4番目ですね。4問目いきます。願いましては9357円なり、481円なり、196073円なり、152円なり、29405円なり、7286円なり、58649円では。はい、今のが4問目ですね。はい、ただいまの答え823403ですね。823403です。はい、今回の練習5問目最後ですね。はい、いきます。願いましては39176円なり、893円なり、701942円なり、360円なり、284915円なり、8024円なり、65137円では。5問目ですね。ただいまの問題の答え1104747ですね。1100447ですね。はい、一応ボーダーという感じで、大体3から6、予選を通過するためには、まあ3から6、加減算かもわかりませんけど、このあたり、加算ぐらいできておけば、まあまあ予選は、なんとか通過できるんではないでしょうかというところで、今回練習してみました。今回大事なところはですね、ゴールデンウィーク今日、5月の6日月曜日、最後ですね。祝日ゴールデンウィーク最終日なんですけども、何が大事か、休みの日であろうが、1日ちょっとでも必ず練習するという部分ですね。しかも自ら生徒から、練習したいんで動画を作ってください。この姿勢が本当に
大事だと思います。もうこの姿勢さえあれば上達するのは間違いないと思いますので、ぜひみんなもですね、ゴリ先生も、休みの日でもちょっとはそろばん弾いてみたいな、ちょっとは暗算練習してみたいなというような、気が起きるような動画をこれからも作っていきたいと思います。ぜひですね、このチャンネル高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。次はみんなの番だよ。